こんにちは、山田です。こんにちは、浅野です。はい、浅野さんにね来ていただいてるんですけど、浅野さんはですね、女性にお年を言うのもあれですけれども、ね、もう60代ということで、ね、本当にちょっと見えませんけれども、生き生きとされてる方なんですけれども、いろいろ実際ご自身でもね、いろんなことをやられて、ピアノ教室やられたりとか、事務されていたり、キャリアコンサルタントもやられたり、選挙カー無実用もされたり、最近はゴルフやってるという方なんですけれども、今日はですね、女性の側から見た男性ですね、まあ、特にこのミドルシニアの世代、これからいろいろ大変な世代なんですけど、アドバイスというかね、アドバイスというか、もうちょっとしっかりしろみたいな話を実際とはちょっとどう見えてるのかなみたいな話をですね、ざっくばらんに聞きたいなというところなんですけど、よろしくお願いします。お手柔らかにお願いします。一度あのなんていうんですか、そのキャリコンの仲間でセミナーをした時に、定年をする、定年を迎えるお父さんの気持ち、で定年を迎えるお母さんの気持ちみたいなをテーマにしたことがあるんですけれども、その定年を迎えるお父さんたちは、自分たちはもうゴールに向かってこうね、はいはいはい、飛行場こう、ああ、分かりますもうこうね、はい、もうすぐ行くぞ、僕はもう終わったんだっていう、その頃妻はっていうと、私はもう旅立っていきますみたいな感じで、この辺の気持ちのギャップっていうのはすごいありますよねっていう話をしたことがありますね。すっかりもう奥さん方っていうか、女性は自分のコミュニティを持ってて、でもお父さんは会社へ毎日行ってるから、奥さんがどういうことをしてるか分からないですよね。だからきっと妻は僕の定年を心待ちにしてるだろうと思ってるお父さんたち多いかもしれないですけど、ご心配なくですご心配なくってことは、そういう方はいない、もういないと思います。私の周り、少なくとも私の周りにはいないですね。奥さん方はみんなもう自分たちのコミュニティを持って、はい、じゃあよくね、まあ、僕自分のことでもあるんで言いづらいんですけれども、はい、きっと一緒に旅行行ったりとか、はい、したら喜ぶかなって思ってる、ところもあるんですけど、あんまりそうじゃなさそうだなっていうことですよね。ねえ、だって、お父さんの荷物もお母さん作らなあかんのですか。自分一人で行くんやったらね、友達と行くんやったらね、自分一人の旅費でいいしね、旅館代も一人分でいいしね。荷物も必要だ。そういうことそうかな。どうですか、女性の側から見たその夫婦円満の秘訣、こういうとこを男性見といたら、気をつけておいたら、2人に戻って、よくほら子供さんがいるから成立してるっていう話あるじゃないですか。で、いなくなるとさあ大変っていうのは、そうならないために、どういうことを旦那さん意識しておいた方がいいみたいな話です。やっぱり会話は大事ですよね。はいはいはい、でもキャリコンの皆さんはお話聞くのはプロやから大丈夫やと思うんですけど、それ普通の男性はやっぱり奥さんの話って聞かないですよね。だからキャリコンを目指す、あの受講生の人の会社の偉いさん、何回も落ちますよね。落ちますね。落ちますね。落ちますね。もう聞けないですよね。聞かないですもん、話。今日な、昼間なって奥さんが言おうとしたら、書くだけでええねみたいな感じじゃないですか。でもそうやってね、男の側から言うと良かれと思って解決策を言ってあげたいって思いにもなるんですけど、まあそんなんはいらないですかね。ですね、はい、解決は自分ですると思うんですよ。やっぱりね、はいはい、旦那さんに解決してもらいたいんじゃなくて、まあ言ったら自分の、この喋ってスッキリする部分ってあるから、でももはやもう今は話聞いてもらう対象にも入ってはないかもしれないけど、やっぱり普段の会話大事ですよね。それってね、ああもうこの人は話聞く対象じゃないってどっかで見切りをつけられるとすると、どの辺ぐらいの段階ですかね。子育て。あ、そうですか。どこからかな。はいはいはい。だから、子育て中に悩むことっていっぱいあって、で、まあ、お父さんから見る
ね、うん、あの気持ちとお母さんからの思いっていうのはやっぱりズレがありますが、うんうんうん、その時に、うん、お母さんの気持ちに寄り添ってたかどうかっていうのが結構そこ大事なんですね大事ですね、うん、そこでの経験というか気持ちっていうのは今日残ってるわけですか、うん、もう価値観ってそこに出るような気がします子育ての時に、はいはい、あの今の若い人って結構その辺きっちり分担してやってるじゃないですか。ねえ、だからなんか、うん、そういう心配は若い世代はないのかなと思うんですけど、うんうん、例えばね、うん、例えば今の話で言うと、はい、まあ時すでに遅しかもしれないけれども、うん、とはいえ、うん、これからまだ改善していきたいって思ったら、うん、なんかやれることってありますかね、うん、男性側の方から男性側の方ですね、うん、奥さん話聞いてもらいたいと思う気持ちが残ってるかな残ってればまだ救いがあるかもしれないですけどね、うんうんうん、友達に話してるからもういいねってなってるかもわかんないし、ね、でも奥さんも多分今は子育ても終わっこの世代がね子育ても終わって、うんうん、そんなにまあ言ったら親の介護とかも入ってきてそっちの部分とかね、うんうん、悩み事もあるでしょうけれども、うんうん、そういうのがなくてもしかして一番いい時を過ごしてはるんやったら、うんうん、話聞いてっていう思いはないかもしれないけど、うんうんうん、なんか共通の趣味とかあるといいですよね。あのうちゴルフ私が始めて、はいはいはい、で普段は主導権私が握ってるんですけど、うん、ゴルフに関しては夫が先生なんですよ。ああ、まあそれはそうですよね、うん、で夫が膝痛いなとか言ったら大丈夫みたいな。あ、先生です先生。ああ、そっか。ゴルフできなくなったら大変じゃないのみたいな。なんかその共通の趣味ができてちょっと良くなったかな、良くなったかなっていうか、そのいいことやなって思う、言い始めてます。じゃあやっぱりそのゴルフをやってる旦那さんは尊敬できる、うん、あ、そうですそうです、すごいなって。ああ、そうそう、今、まあ、別に今まで尊敬してなかったわけではないけれども、うん、余計尊敬の面が、ね、見えるもんね。ああ、そうかそうか、うん、あ、じゃあ、うん、あの時すでに遅しってなってしまっても、うんうん、そこで一緒の趣味を見つけていくことで、うん、あ、そこはチャンスがあるかもしれない。そうですね。あ、だから旦那さん、うん、男の人から見たら奥さんの、うんうんうん、興味持ってることに、うん、僕もちょっとそれやってみようかなみたいなところから入っていくのもいいかもしれないですね。そうですよね、うん、だってもうその先会社辞めて、うん、家に行って、うん、奥さんが相手してくれなかったら、うん、悲惨ですよねですよね、うん、できっと奥さんが寂しがってるっていうのは幻想じゃないですか。幻想ですね幻想ってことはやっぱりその幻想に直面する前にちゃんとそれはやっといた方がいいってことですね。そうですね。自分のお昼ご飯とか自分で作らないとね。自分のことは自分でしょ。ああ、私はいつもあの、うん、自分のことは自分でしょって言いますね。うん、あの大人なんだからねって。そうですね、うん、掃除はしといてあげてもいいよみたいな、うん、ご飯とかはね、うん、まあ晩ご飯食べるから一緒に作っとくのは作っとくけど、はいはいはい、お昼は私出かけるから、うん、自分のことは自分でしょうみたいなね。あ、今もじゃあ旦那さん、あ、そう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 ですね、すごいですね。夜出かける時も自分のことは自分でしょうみたいなちょっと大人やからね。でも本当に人生100年でね、うん、60歳で仕事を辞めても引き続き継続して働く人もいますし、はい、まあ、そのまま家にいる人でもいずれにしても仕事のウエイトってすごく減るじゃないですか、うん、家庭時のウエイトがどっと増えるじゃないですか、うんうん、でそうなった時にその家庭がうまくいってるかいってないかってめちゃくちゃ大きいですよね。そうですね。で長いですもんね、その時でね、うん、やはり奥さんが海南宿ご主人の世話してるとするじゃないですか、うん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 、で奥さんがさっき亡くなっちゃった、はい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 、残された人、うん、すごい大変なんですよ。で反対に旦那さんがやっぱマメな旦那さんもいてはって、うんうんうん、で旦那さんが何でもかんでもやってあげてて、うんうん、でその旦那さんさっき死んじゃったんですね、はい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 、残された奥さんも本当に何も自分のことできなくて、だからこのシニアになってから思って、うん、私特にその訪問介護の事務所に行ってたら高齢者のお話はよく耳にするんですけど、うん、やってあげるっていうのは自分独りよがりやなって
やってあげたいからやってる部分もあると思うんですね。そうすると自分は死んだ時にやり尽くしたから幸せと思って死ぬけど、残された方はやってもらってる間は嬉しかったけど、その後何にもできへんからすごいしんどくなる。同時に亡くなるんやったらいいけど、やっぱりどっちかが先ってなった時にお互いに自立して自分のことは自分でできるようにならないと、そこにはやっぱり寂しさがもう倍増するし、これもやってくれたのにな、今もおらんしなみたいな、その寂しさもね、やっぱり辛いかなって。でやる方もそれは残酷やねんなっていうのは最近私思いましたね。いや、そうか、それはでもそうですね、だからお互いのためにも共同作業をしていって自立できるようにしておく、残された人のためにも。そうです、それは思いましたね。依存し合ってると、自分がさっき死んだ後に、もう寂しいだけじゃないですか。でも、お互いが生き生きと過ごせる何かを持ってたら、自分がいなくなっても大丈夫やんって思えたら、行く方もね、幸せに全うできるかななんて思ったりも、正直目を背けたいし見たくないけど、でも現実にそこ来ますもんね。僕も今の話をしっかりと思い起こして家での生活を見直してみたいなというふうに思います。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。